はじめましてー。はじめましてー。うん、やあ、うん、お話するの初めてだねー。うん、お会いするのすごい初めて。<laughs> ね、すごい初めてだね。他 <laughs> ではいっぱいチラ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 見てるんだけどね。わあ、ありがとうございます。いつも、うん、ファンさんもね。ありがとうございます。いえいえ、いつもね、うん、ナナトラマンちゃんのチャンネルを毎回楽しみに見てます。すごい。すごい。 あれはさあのー、袋を開けるときとかすごく面白い顔をするんだけどえ、うん、<laughs> あのポーンとかしてる顔はあれは考えてやってるのあただ適当にやってるんだっけ。<laughs> いつも いつも通りにもパンって開けるのがちょっと皆ビビっちゃうかと思って。うん、あのお笑い芸人のようにえっあの変顔しながら開けるのって多分,多分面白いなと思ってくれるから、こうやって変顔してすごいね。ちょっとファンファンも見習おうかな。 うん、で、一回一回。<laughs> 私はね、あの、味から開ける時、あの、ハサミあるじゃん。うん,うん。そのハサミで、本当は開けるんだけど。うん、あの、袋開けるのって、普通の子供では難しいじゃ。え、うん、じゃないですか。それで、あの、変顔ですれば、こうやって、ブンって,やって、面白い、ね。そうだよ、ね。ケができると思うから。そうか、ちょっと勉強になりました。 北海道からたくさんお菓子を送ってくれたでしょうん、あの、北海道のあの、生サブレとか、うん、月玉あんぱんとか。うんうん。もうね、<の>すっごく美味しかったよ。イオンって、あの、長崎県のお菓子など、たくさんあったんだよね。えイココとか。うん。お父さんがこれ買いたいね、あの、イココ欲しいねって、うん。いろいろ言ったから。私は、 あの、あの、いもけんぴなどがすごい目に入ったんだよね。うんうん、あの、長崎県の。うん,うん、うん。そう、そう。あ、ねえ、一個こ,こうさ。どうだった?。うん、なんかお餅みたいなんだけど、お餅じゃないけど。なんか。少しだけしっとりしてたかな。 そうそうあれね実はねファンファンも小学生の時ねおばあちゃんちで必ずもらってたの一高校はそれから昔流行ってたんだねそうめちゃくちゃおばあちゃんたちの時代は絶対もらうお菓子ねファンファンも小学生の時いつももらってたのこうちり紙ティッシュね昔のティッシュのことちり紙って言うんだけどちり紙に包んでくれてたんだけどあのお菓子が実は嫌でさ子供の時ビデオでね7ナナトラマンちゃんが「 あ1個こう食べてピタッて止まった時に「笑っちゃったね」あって思ったの,の <laughs> やったら、うん、なんかあの多分アニメで多分あのまずい薬を食べる時に <laughs> とやっぱ止まっちゃうよねって。 そそうそう、背景がダーンってなるよねそのねあとあのー、なんかお汁飲んだらそしたらピタッと止まってあの顔あの顔が青くなったりるなるなるなるねまだまだ <laughs> もうごめんね笑っちゃってやっぱこのリモートって楽しいなってありがとうファンファンの周りでオタク惑星を見てくれてる人がねみんなナダトロマンちゃんのチャンネルも見てくれるようになったのなるほどそしてね ナナトラマンちゃんにやらせ疑惑が浮かんでるのよ大人の人の間で。<ー>今日はねやらせじゃないんだっていう話を質問をして聞いてみようと思うのそうやらせじゃないんだけどねどやらせじゃないね女の子でしょ なのにウルトラマンとか怪獣が好きってお父さんの影響じゃないのって周りのファンファンのお友達たちは思ってるの。思ってるんだ。そこはどうなんですか。あそこは恥ずかしい。<laughs> え恥ずかしいの。<laughs> はい恥ずかしい。<laughs> すっごい恥ずかしい。あそうなんだ。でもねジュリエッタさんに聞いたらお父さんに教えられて怪獣が好きになったんじゃないよって聞いたの。 のあのキューのレンジャーが大好きなんだよねそれからどんどんプリキュア、うん、仮面ライダーゴジラや、うん、めちゃくちゃ高いのがこのウルトラマン1位に好きになったというわけえー、じゃあ1位になったってことは何のウルトラマンが好きだったのうん多分トレギアとか<ー>そういう闇系のウルトラマンが私すごいハマってたんだよね <laughs> 闇系あ今ではトリガーが好きになったのかもしれない。ああ、わかる。ファンファンもトリガーは見てるよ。たぶん、新しい系のウルトラマンはあの絶対かっこいいというわけじゃないんだけど、うん、あのその昔のウルトラマンや新しいウルトラマンだと、うん、あの時々好きになるという人もいるかもしれないかなうんうんうん。私はもうあのトリガー。 が好きなんだけど、うん、そのトリガーが始まる前はティガが好きだったんだよね。あーティガね。うん、ティガとタイガが好きだったのウルトラマンタイガ,うん、うん、タイガもね。1>, 1位はティガタイガ、うん、トリガーがこの3つがあの1位に上ってきてるかなと思うんだよね。あそうかそうそうティガはさトリガーのこうつながってるお話ってわけじゃないけど。 トリガーが、うんね、あの一羽がかぶってる。一羽がかぶってる。うんうん、うん、そうなんだ。あと、怪獣もかぶってる。うんうんうん。一羽、うん、の怪獣がかぶってるんだよね。そうだよね。ほら、あのウルトラマンって主人公はずっと変わっていくけど、怪獣ってさ、前のウルトラマンからずっと同じね。怪獣が出てきたりするよね。第一羽のトリガーは、あのゴルバー出てきたでしょうんうん。 あれとあの同じという感じかな。そうかそうかじゃあファンファンティグも見なきゃね。うん。そうして勉強した方が、うん、多分ウルトラマン博士になれると。思了解です。47歳ウルトラマン博士頑張ってみようと思います。うん、一番あの簡単なあのものであの博士になりやすい方法は、うん、やっぱり動画を見たり図鑑を見たりするのもいいと思う。 おちゃんと図鑑を見て日頃から勉強してるんだそうそういう感じ、えー、あのティガに出てくる怪獣はもともと古代怪獣だったというあそういえばチョリガーもさ3,000年前とか言ってるもんね私たちが生きてたらもう3 0歳になっちゃうそうなっちゃうよね公民館でウルトラマンの塾を開こうかな 東京ってさ地図で見ればちっちゃいんだけど、うん、近くで見ると東京はおあの大きかった、うん、北海道は地図で見ると多分大きいけど、うん、近く見ると広すぎるっていう感じ面白いなものすごく思ったの,の,の,のはウルトラマンの全種類は全部東京から流してるというそうだねファンファン子供の時さ いろんな物語の舞台って大体東京みたいなとこでしょ佐世保からじゃないんだだからね。うん、長崎県ねそうそうだからねそういうヒーローとか宇宙戦艦ヤマトってみんな東京にいるって思ってたの私だってあのなんかヤマトの味カレーあるじゃん、うん、それをあの東京の工場で作ろうと思ってた <laughs> 東京の工場で <laughs> <laughs> やばかった 北海道といえば牛乳とか、長崎県といえば、うん、みかんとカステラ。あ、そうそうそう、そうだよ。あの北海道のジャガイモってあのとっても美味しいとか。美味しいね。あのウルトラマンはもう本当は胸にあの光のカラータイマーをつけているとか。あ,あ、そうそう。うん、カラータイマーといえばさ、どうしてさ三分ぐらい経っちゃうとさカラータイマーお知らせが来るのかな。 あのウルトラマンは光のパワーをいっぱいあのウルトラマンに送っているんだよね。へえ<ー>。3分経ってしまうと、うん、もうあの車のあの目盛りのように、うん、あのなんかこうあの短くなっちゃうという。あエネルギーをいっぱい使っちゃうのかな戦って。そうだよね。あのウルトラパンチとか。ああそうそう。ウルンとか出すしね。 うん、その光線は光がいっぱい溜まってるとかそうかーのウルトラマンの中にはひあの火、光、水、天、うん、気などがいっぱい詰まっていてそれに怪獣に向けて打つんだよね。へえ、うん、ティラノサウルスとか、うん、あのそういう古代の生物はもともと火が嫌だった。ううん、うん 水には大丈夫なんだけどうん、うん、火には怖い。うん。これをきっかけにしてゴモラは火,あの火が嫌だ。うんあ。ちなみに、うん、なぜこういう怪獣が暴れだしたかというとうん、うん、多分闇のエネルギーを心に持っているのかなという。ほらトリガーもさダークトリガーっているもんね。あのトリガーダーク。そうそう前はダークだったんだよね。 主人公がちょうど古代って言ってて言たじゃないですかタイムスリップしたよね。なんかタイムスリップってもともとんかハリー・ポッターのような感じ。うんうん。なんかなんて言ってくわかんないけど「古代に行ったよね」で昔のユザレに会ったりしたよね。ユザレを助けて光を送あの光をトリガーに送った。ううん、うんグリッタートリガーという名が始まりあのカルミラたちを倒した。 ね、仲間も増えてきたしさ適当に言っちゃうんだけどウルトラマンはあの怪獣を倒して世界を平和にするウルトラセブンもそれをかぶって、うん、ジャックもそうで宇宙のための、えっと、ウルトラマンがそれがレジェンドへえ<ー>であの仮面ライダーリバイスとかは家族のために平和に戦うそれがリバイスあのじゃあファンファンのうんあの 好きな怪獣とウルトラマンを2体い,てくださいはいいまずですね<ー>好きな怪獣というかねソフィオを最初に買おうと思ったきっかけはねあのマルールを見てからなの。マルール。メトロン星人の子供をね好きになって大人の方のメトロン星人も買ったの私の,の,あの目的はあの新しいウルトラマンやあの古いウルトラマンを紹介したり。 うん、あといろいろな町に出かけたりするのがナドナラマンの目的おーかっこいいねー <laughs> いいねーいわずいけよそれを動画にするんだファンファンさんをやってみたらどうでしょうか、うん、ウルトラマンさんね今度ね「ソフビ怪獣散歩」っていう番組を真似してねオタク惑星でもソフビ怪獣でジュリエッタさんたちとねお散歩しに行く企画を立ててるの。はー もしコロナがなくなったらあの,あの長崎の九州に行って、うん、それであの一緒に怪獣散歩するとかあ、いいねみんなね、お気に入りのソフビ怪獣を持ってそのソフビ怪獣の役をやりながらお散歩する9月ぐらいは結構ウルトラ怪獣散歩を見ていましたよね、面白いよね一番面白いのはダダだったんだよああダダの話、面白かった あのザラブ星人とかも出てきたり、あとはカネゴンなど出てきたり。うんうん、あのカネゴンはこの中にはお金入っていますか？とか、カネゴンは本当にお金が好きなの？あのね、お金が大好物のあのお菓子らしい。なんか金属系が好きと言っていましたね。へええ。うん。あ、あそうだ。うだちょっとさ、<金>ちょっと待っててくれる。あの、すぐ戻ってくるから待ってて、はい。 押すとくない <laughs> ごめんね、めっちゃお待たせでごめんね。ごめんね。<laughs> あ逆 <laughs> 逆。逆 <laughs> ハネゴンで思い出したんだけど、展示会とか行ったらね、ファンファンはこう、魔女の宅急便とかね、これスきやでもらったのかな、しんちゃんとかこういうクリアファイル、セーラームーンとか、<ー>いっぱいあるのよ。 ジブリとかね、ポケモンとかね、獣フレンズとか、リラックマとか。あとね、長崎県の大スター、前川清とかね。<laughs> <laughs> あんまり北海道だから全然知らないんだけど。<laughs> ね、そう、佐世保の大スターなのよ。そして、じゃじゃーん、この前ね、福岡に行った時にね、カネゴン。 これはね、デザイナーの成田徹先生が書いたカネゴンのクリアファイルを買ってきました。おお<ー>。という話をしたかったんです。2枚、二枚買ってきたんだよ。2>, 2枚はやばい。でね、カネゴンのことほら、気がないのにこれ買ってきたから、今、ナナトロマンちゃんにカネゴンのこと教えてもらってよかったなーって思ったの。ありがとう。あ、メトロン星人だ。<laughs> とりあえず登場させておこうかなと思ってね。 このマルールなら持っていますよねマルール可愛い,いですね可愛い,いで初めて買ったんだけど大人になったらソフビー怪獣とか成人って安いんだね多分何千円もしなかったの三桁ぐらいそう三桁です桁正解なんかね六百円ぐらいだったのかな私は多分買えるんじゃないかなお金 ああ、ね、お小遣いね。うん。うん私はもうあのー、もう千いってるし。おおすごい、ね。<laughs> とか私ね二年生ぐらいではもう二千いったかな。おすごいね。で今では三千いったんだよね。お、えー、<laughs> 金持ちだね。祖母がね多分それでね四個は絶対買えるね五個はね。うん。 あの6たす6は12だから1200円ぐらい買えるんだけどそれでもまあ甘いんだよねうんうんまだまだあるもんねで,であのちなみに私は3000円以上もってますおお<ー> <laughs> かわいいんだけど <laughs> <laughs> おばあちゃんからもらったこの財布、うん、あれ丸いんだけどちょっと、うん、あの3000何本 ぐらいは入らないなと思ったからあの,あの100円ショップであの多分お金でいっぱい買ってきたウルトラ怪獣ウルトラマンなどの話じゃなくてお金の話になってる銭 <laughs> の話になっちゃったね <laughs> お金の話になっちゃったよ <laughs>、うん、でも楽しいねなんか話が尽きないんだけど <coughs> ごめんね<笑>,笑いすぎて大丈夫ごめんね 私のねあのお笑い不足でごめんねいやいやとんでもないもうねすごく笑っちゃってさねあのゲップなどしちゃったりアドリブあ、そうアドリブなもう笑い殺されるわ笑い殺されるほんに楽しい今ねカラータイマーが鳴ってる状態なの今回はここら辺までで楽しく終わらせていただけるんだけど とっても面白かったから「ウル、はい、トラマン」さんがよかったらまた一緒にお話ししてくれないはいあの第2回目のリモート会議そうそうちゃんとさファンファンも「トリガー」を見て今度「ウルトラマン Z」を見ようと思ってるの。まだフファンファンンさんには ウルトラマンは分かっていないと思うから、<laughs> ウルトラマン博士になれる方法をたっぷりあの教えてあげれますので、あ,<っ>あのぜひ楽しみにしててください。楽しみにするじゃあ、うん、ファンファンのウルトラマンの先生はナナトラマンってことでいい？はい、いいですよ。はい、じゃあ,あの二<っ>回目のレッスンもお待ちしてます。でこれであの会リモート会議は終わります。バイバイ。<laughs> <laughs> 楽しかったありがとう。<laughs>